ございます。おはようございます。寒いっすね。寒いですね。足がもう冬といえばこたつこたつといえばみかん、みかんといえばうまい鍋の季節ですね。鍋も好きですね。何鍋派ですか？キムチ鍋、あともつ鍋も好きですね。ニトリひなです。ひなちゃんお願いします。ひなちゃんもう今日は何本目になるんですか？今日で、確か6本目。あ、そんな記憶ない人ですか？なんか変化ありますか、デビューしてから？攻めるのもちょっと楽しいなと思います。でも最初の方がやっぱ受け身多かったんで、たまに気上位とかすると楽しいな。テクニックも上昇してるわけですね。あ、ちょっと少な1センチもないよそれ。あ、結構あるじゃないですか。紙とか貼ったりして DIY してます今。え？もう本当に今自宅でちょっと頑張ってます。器用なんすね。ちょっとお友達の力借りながら、はいはい、ちょっとずつ頑張ってます。はい、ヘリコプターが来ましたね。どっか行きたいですね。あー、ヨーロッパ系。年末年始はどこにも行かないです。クリスマスの予定は？ないですね。寒いっすね。それこそ鍋パとか、お家でちょっと飲み食いしながらくちゃべられたらなぁと。今日はなんて聞いてきてますか？今日はなんか一杯の人とエッチ。合ってますけど、追加で発表していいですか？そのたくさんっていうのはなんと10人です。10人。はい、これで 4,5 人かと思って。 4,5 人は少ないですね。バーサス10人ですね。バーサス10人で10人の男子を射精させるまで帰れません。男子今日何時に帰れるの？なおかつ、できなかったら、今回ギャラナイス。頑張ります。じゃあ正月の鍋とかもできないですよ。頑張ります。え、今までの撮影ではそんなに多いのはない？いや、多くて多分3人とかで、3人。あ、じゃあ倍以上ですね。3倍か。ちょっとなんかドギドキします。ドキドキじゃなくてドギドギ。ドギドギ、ドギドギ、ちょっと緊張する。あ、とりあえずスタジオに入りましょう。寒いんで。はい、到着しました。到着しましたね。なんかテクニックは上がってきたって。攻めることが、はい、なんかテンション低い。寒さにやられてる。いや、緊張してきましたね。10人たくさん。なんか攻めることも得意になってきたって言ってたから、ね、ひなちゃんのテクで攻めることも必要かもしれないですよ。はい、頑張ります。もっと脱いでおきます。あと、はい、エロい格好で着きましたね、今日も。これ可愛いですよね。セックスじゃ好きな人なんですか？ね、じゃあ好きですね。あ、ニタニタしてますよ。じゃあ好きですね。感じやすい人。あ、でも結構行くから、なんか行きたいなって思ったら、なんか私も行こうとしちゃう。なんか我慢しないで、行けるんだったら行きたいなみたいな。今来るかもしれないですよね。確かに、体力持つかな。なんか男優さんは向かってるらしいですけど、まだ来てないんですよね。の、そうなんですか。はい、オナニーでもしますか？待機。あ、おはようございます。